イズポーン、おはようございます。おはようございます。あのちょっと本当すいませんけど、現実こっちなんで。なんかカメラの撮り方忘れちゃった。オープニングのやり方忘れた。久々すぎて、ね、イズポーンってやるんだよ。あ、そうだね、うん、こっち撮ってたから、びっくりしちゃった今。今回が、はい、回数も忘れちゃった。こりゃ困った。違うのよ、はい、しっかりしてもらって。何回目ですか？本日は宮城県仙台にございます。Pステーション様にお邪魔したいと思います。ありがとうございます。私2回目かな？全国制覇かかってる宮城県。まだか。そうだよ、宮城県初だから。初か。うん。わあ。もう2回目ないかもしれない。今日刺したいね。うん、今日絶対刺したい。だがしかしごめんなさい。はい。こちらの抽選が入場オンラインなんですけど、はい。抽選受けれておりません。ごめんなさい、一般入場でございます。まあまあ、でも抽選受けたところで引いても変わらんか。うん、大丈夫大丈夫。その分ね、出玉出してもらえればいいだけですから。わかりました。うん、あ、でも私今日あの気分的にパチンコの気分なんです。あ、なんでもいいっすよ。あ、なんでもいいの？なんでもいい。なんかあんのかなと思って。 ありますあります。私先週までちょっと入院してまして。はい、急にね。盲腸ってやつ。あの本当にみんなに心配させないで。まあ無事退院できたんですけど。はい、ありがとうございます。おめでとうございますよね。おめでとう。ようやく退院できまして、うん、手術費がバカ高えの、はい、お金なくて、それ今日増やしてもらいたいの。私が、そう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 。あ、私が。じゃあ私の金じゃないってことは今日は。うん。ああ、なるほど。大丈夫、なんか人の金で打つの楽しくないって人いるよ。こっちは手術費足りてないから。まあじゃあ頑張りますか。でも絶対絶対頑張る。絶対絶対頑張る。絶対頑張る、了解。カチャイ。カチャ、オッケー、出しゃい。出します、じゃあ、行きますか。はい。はい、できます。それでもーす。お願いします。パッティング行きましょうか。パッティング行きましょう。目立つとこ行く。はい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 。ちょっとエヴァの様子を伺おうかななんて思ってますけども。うわ、コードさんが真面目に大選びしてくれてる。嬉しい。顔しか見てないけどね。いやでもやっぱ3000搭載されてないとか。しかもさ、ゆずぽんで打ったじゃん。あ、そう、めっちゃ出たよね。めっちゃ出たからさ。そうだわ。これでこいつ167 6万5000発なんか出たら手術費払えるぞ。じゃあコンプリートするぞ。いくらあれば取ります？何枚あるんだっけ。10枚。うん、3、とりあえず、いきなり3出す？とりあえずじゃあ3出すよ。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ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 、もうまあ、頑張ってください。はい、頑張ります。頑張りますんでお願いします。頑張ります。はい、じゃあ1人目ね。3あればさすがにね、当たると思うわ。まあ空き状況によっては、うん、私も隣で打とうと思ってるんで。はいはいはい。まあ、今ならまださすがに倍のスピードで増やさないといけないんでね。そっか。まあ倍のスピードで減るんだけどね。そうだよ、大丈夫そう？大丈夫大丈夫。なんか今日はね、変な地震がある。当たったことあるんだっけ、その地震って。まあ地震は当たったことないけど。ないんだ。リゼロで当たったこともないから。え、なんでそれで打とうとしてるの？すごくない？入院中に思ったんですよ。人生楽しまなきゃ損だなと思って。人生観変わってら、うん、人生観変わっちゃったんだよ、ね、盲腸で。うん、盲腸、盲腸バカにすんなよ。ほんと痛かったんだから。あ、そうなんだ。ごめん、なったことないからさ。そうだよね、苦しいよね。だって1日で救急車2回乗ったからね。
それすごいよな。入院したことないんだよな。いや夜のトイレがマジで怖い、それだけ夜の9時に消灯するからね。はいや、健康的よもう。あ、まあ確かに。でもテレビとかもあるもんね。テレビはあの昔ながらのカード式だったから。あ、だよねだよね、そうそうそう。でも今の病室、うん、そこの病院だけなのかわかんないけど Wi-Fi があるからさ。え、ノートパソコン、俺個室にいたんだけど、うん、ノートパソコン持ってってずっと YouTube 見たりとか、うん、めっちゃいいじゃん。あと TikTok のポケモンカード開封ばっか見てた。スペックいる？スペックこんな感じです。前回はどうでした？新しいディレクターさん。めちゃくちゃ本当にあの編集でお手間をかけただろうなと思いますが、やりやすかったです。お、人見知りだけど全然人見知りも出なかったというか、スバルアタックだね。シャマックじゃなければが一番弱いやつ。まあなってないから厳しいでしょ。声鳴らないんじゃなかったかな。あ、そうなんだ。スバルアタックは分からん、なんか鳴らないで当たるイメージある、スバルアタック。おお、鳴り申した。来ました、この次か。これだ、これか。保留赤で 50%、 赤スタートですね。5か0、1、今だったら3だったら大丈夫だったね。これ何か出るか、チャンス続いてほしいです。な、あら弱い、弱いね、弱いね、白だね。これ弱いわ。あ、スバルアタックいった。シャマックじゃなければシャマックっぽい。いや一番弱いんだ。終了です。逆にみたいなことある。あ、おっとー、法則あんのかな。ね、ありあ、あっちゃいそうだよね。赤発光時に死に戻り、強欲、俺を選べ以外に発展したら大当たり濃厚だったわ、さっき。スバルアタック。バトル告知でいきます。はい、はいよ。いやー、これ決めていただきたい。あ、もう始まってるのね。もう取りましたよ。もう 55% の抽選待ってます。左 8割ある。あー、やばい。 あとはエフェクト、エフェクトかも。白弱い。最後はあの文字の色ですね。あ、白ですね。これ弱いです。やばいやばいね、これは。これ 55% 取れてないやつかもしれんね、これね。チャンスアップゼロです。あ、おお、いった、いった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 。やったぜ。強っ。専用愛してるぜ。やったー。マジか、取れるのか。7600本だよ。これで3000で、かつ、あれもあるの。どれ。あ、そう、フリーズもある。フリーズもあるよね。 25% 4分の1でフリーズします。取れてるのか。あれ、カウントダウン。あ、ないか、ないか。ゼロだったりとかするとね、いいんだけど、ね、ないですね。まあまあ、でもラッシュ入ったんで。はいはいはい、違和感にしようか。違和感がいいな、俺。違和感わかる。わからない違和感ね。いくぜ、ここから99分の1。
25% で3000です。あ、待って、私あれやりたい、信頼度先バレやりたい。あー、おもろいよね、あれおもろい。信頼度先バレオンと落ちブルド入れていい？あ、いいですよ、このさま好きにやってもらっていいですか。落ちたら3000なので、ここに期待度が出ます。もう信頼度が出ちゃいます。ちょっと信頼度が逆に映るか分からないんで、いいの出たら言ってもらえれば。あ、どう？落ちてる？ちょっとちっちゃく映っちゃうから、ボタンまで映すってなるとめちゃめちゃあれなんでね。とりあえず80までいくね。20パ、来い、5分1、うん、長い、うぃ、ロング運動が気持ちいいね、これがもう本当に最高。石が消灯してたらしいですよ、ね、これか多分、それだと思う。え、これか、これか、わからん、どっちかの、うん、あれだね。一応、ゆずぽんミッションの中に5万発っていうのもあるんでね。行きてー、リセドならマジでやれる。ちょっと待って、これ1と5以外の、あ、30ある、30パ入った。いや、でも5だとちょっとあれかな。来い、来て、ねいきます。はい、なんもない、1、1、1、1、1、1、1、30でもう一回止めますね。1までいけばだいぶ熱いよ。ん、なんか変じゃない、背景止まってない。あ、ほんとだ、止まってたね。よく気づいたね。あれは分かりやすくなかった今、うん、ほら、あー、ほんとだ。いや、俺パーセントのとこしか見てなかったからさまさか 5% で当たったわ。 5%、 いいよ。しかも1500取れてる、でかい。さあ、いくぜ。3000は一回見たいな。そうでしょう、やっぱ見たい。オッケーオッケー、20、来い、あー、死ぬ、やめろやめろ。まあ、1500か、2万回ぐらい死ね、やめろ。ダッシュの残り回数表示が消えた。コード置かれたな、顔カメラが、はい、落ちてしまう。ゴー、10%、30%、何か起こる、何か起こる、何か起こる、あ、こ、うわ、うわ、あー、これだ、うー、まだ大丈夫、まだ大丈夫、10%、20% も入ってる。えい、勝利、勝利。チャンス目予告の音がおかしかった。あ、音はちょっと聞こえてないです。開始してるからね、どうしても音は聞こえにくいですよね。次あたり3000取るんで。お、宣言ですか。4分の1ですから、そろそろ。レディーゴーの字の色が違ったりとかするから、即当たりみたいな感じなんだ。ね、え、1、1までいったら8割とかあるからな。5、え、20、来ました、20割よ。あら、もうちょっとだって、もう一声。オッケーオッケー、オッケーオッケーオッケー。ここからはラスト30はフルカスです。だからもう先バレ入れちゃうから、先バレならなかったらもう、ここ、うーし、行くぜ。でも、もうここに全集中です。私は1万発は超えたい。なれ、頼む、なってくれ、お願いだ。5%がいます。
った。さあ、47人。惜しい。一万発いけず、3000が取れず。まあでも大幅にプラスです。はい。ただまだ足りない。足りないか。足りない足りない。私も増やしにかかろうかな。おお。あまり長時間立つのもさ、まあ、腰がね、痛いんでね。腰も腹もね。うん。ささ。あの手術着に着替えてさ、うんうん、緑のやつ。なんか白だったかな。白なんだ。手術台に乗せられて、あの運ばれるやつ。そう、ライトがパッってなってるところに寝転ぶのよ。わあ、ドラマで見たやつだと思ってさ。全身麻酔だったからさ、うん、やっぱあの抗ってやろうと思ったの最初。おお。3回まばたきしたら終わってた手術。やば。今入れてます、麻酔入れてますよみたいなこと言われて、うん、ちょっとふわーってしてくるの。おー、あ、気持ちいいってなってきて、うん、で、よしこっからだと思って目閉じたらもう行ってた。あれはね、またやりたいってちょっと思った。やばいやば全身麻酔はちょっとね、もう一回やってもいい。まあ、手術はしたくないけど、うん、あとね、あんまりこれは使わないけどさ、うん、ポキューンなりそうだよね。俺は東病棟っていう方にいて、うん、反対側に西病棟っていうのがあるんだけど、うん、あの館内の案内をされて、うんうん、ここトイレです、ここお風呂です、ここ何々ですみたいな話されたんだけど、西病棟には絶対行かないでくださいねって言われたの。怖すぎる、怖すぎる、うん。で、まあ、でも散歩はちょっとしてくださいって言われてて、肺炎とかになっちゃうからなるべく動いてくださいって言われて、まあ、1日病棟1周2周はして、まあ、西病棟は行かないようにしてたんだけど、うん、散歩してたらさ、うん、西病棟からさ発狂するような声とかが聞こえてきてさ、絶対行かないでくださいっていう理由が分かってさ。あ、なんかカタカタ言ってる、カタカタ言ってる。何？あの、あ、これ強い、この放流強い、この放流。カタカタ言ってる、カタカタ。違う、これ、これ映ってないけど、カタカタ言ってる。ドナプルね、ドナプル52%あるよ。ドナカタ。ドナプル。ドナプル。こっち、このカメラいらない？あ、俺、このね、もう最新機能のアームがあるから。それ、あの、変わったら強い。あ、この放流から。え、これ変わらないことあるの、むしろ。ある。え？変わろ、変わる変わる。パーン、おい、おめでとうございます。これで強欲 SP まで行くので7割超え。右上キャラ出ないですか。あ、出ましたね。これで 50% ありますね。このキャラが出ただけで、はい、圧、まあ、激圧が良かったんですけど、まあまあまあいいでしょう。あ、でもしかも大チャンスじゃない。まあまあいいでしょう。4じゃないです。違う ですね。当たればいい、とりあえず当たればいい。スタートライン立ちたい。まあでも強欲行くのでバーン上がります。ファーなります。長い。誰にかロズワールだといいです。でもなんか演出が弱かったなと思って。誰？ロズワールで一番強い。チャンスアップが、あ、当たり。嘘？本当に？はい、チャンスアップあれば当たりです。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。投資がね11本です。ナイス。2人合わせて私 7.5 本だもんね。うん、7.5 本。 18.5 本。強っ。3000欲しいなこれその顔。3000欲しいな。いやでもね、初当たり3回ぐらい取ってまだ1回も通せてないんで。今日だね。今日よ。この退院したお祝いに、会期祝い、バトル告知いいですか。バトルで行きましょうか。いけんのかいと。はい、決まりました。
これもああ、ちょっと打ち続けないと左行けば8割。どっちかどっちかどっちか。ああやばい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 。エフェクト紫でもあるよ。あ白だー。いやー弱い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 。あとじあー白だー。チャンスアップなし。チャンスアップはないってことね。ないです。一個もないです。え、なんか動かないんだけど。あ、じゃあもう動かないけど。それはもう動かない、動いちゃった。あ、やった、やった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 、初ラッシュやったやったやったいや、語彙力なくなった、語彙力病院に置いてきましたねどうしよう、私対応の時間になっちゃった。ご対応の時間です。いるかな、あ、いるな。これどうしたらいいんだ。ステッカーだけちょうだい。あ、じゃあステッカーだけちょっとお渡しして、はい、対応してきます。ちょっと対応、ごめんなさい。いいでしょ、あの消化したら、あの向かいますんで。オッケー。このさん対応中ですが、私ちょっと大当たり中なので。あ、じゃあ渡ししますね。いや、2枚渡ししちゃいます。ありがとうございます。これやってみたかったやつ、これやってみたかったやつです。こちら行きますか。あ、なんかフリーズするといいらしいですよ。 25% らしいですよ。スロット打ってるんですか。おお。すごいよ。今日は何を攻めるな、相変わらず。お名前どうします。あー、トミー来ない。カタカナ。あー、ダメでした。これダメ、ダメらしいですね。うん、あ、行きました。ちょっと一旦大当たりが終わったら、高田さんの対応聞きます。いやー。わー、ついに。ちょっと一旦ここで止めて、高田さんの対応に向かいます。いっぱい来てらっしゃる。はい。はい。対応終わりました。対応たくさんの方来てくれましたね。北海道とか新潟とかめっちゃ遠いところから来てくれてます、ね、岩手とか。ありがとうございます。まさかの私写真撮ってくださいって超恥ずかしい。最近多いね。うん、嬉しい。マニアックな人が売れたあ、すごいすごい伸びてる。伸びてねえから伸びてねえから伸ばすのは出玉だけでいいんだよ。お、何モードですか。あ、あの違和感だけしか入れてない。はいはいはい。違和感一緒に探してもらいたい。はい。なんか変、音変。ああ、気のせいだった。あ、点滅3割、4割あるよ。ああ、赤いよ、強いんじゃない。はい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 。3000が引きたい。 30何パーだったかな、点滅通り。特殊な出目、図柄停止音が懐かしかった。いや、わかんないのよ。懐かしい。ちょっと俺も信頼度だけ見たいな。あ、信頼度面白そう。入れちゃうね、うん、あ、やっぱ信頼度出てるとちょっと心の余裕ができる、うん、心のあれができるね。お、終わっちゃうよ。やばい。今ブーってなった気がするけど、気のせいだった。うわー、びっくりした。あー、え、2つまた、お隣の方が2回先バレになってる私は終わっちゃったよ。あーちゃー。まあでも一応持ち玉は2人で1万発弱ぐらい。じゃあ後半も遊べるね。遊ぶんじゃない、勝つんだよ。あ、そかそか。じゃあご飯行こう。牛タン美味しかった。いや、お昼ご飯行ってきました。はい、おいしゅうございました。善次郎さん。はい、おいしゅうございました。あと帰りずんだシェイク飲めればもう私は満足でございます。私ソフトにしようかな。ずんだソフト。うん、そんなのあるんだ。あったっぽい。仙台住んでる方って牛タン食べに行ったりするんですかね。食べるんじゃないの。なんかおすすめ聞いとけばよかったですね。確かに前もって。うん、どこが一番いいんだろう。知り合いに聞いたらね、司っていうお店が美味しいよとか。やっぱ好みがあるのかなおお、6なんで対応もしてないと。あ、え、あら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 、これ
何？7割ぐらい。これ誰？ただのエメリア。ああ、なんか何大激アツみたいなので編集した記憶があるわ。ただのエメリア予告です。これであと保留も変わってくれれば。あ、2回目で赤だよ。あ、金は当たりじゃない？嘘。私そっちのボタンの意味が分かんないんだけど。あ、なんか今裏ボタンの方押しちゃったからね。あー、鬼奴柄だ。当たりです。やった、121回転。え、早っ。ちょっとここは仕留めないとダメよ。あの隠しボタンは何なの？わかんない。なんでわかんないでやるの？なんでわかんないでやるの？どういうこと？隠しボタンあることは知ってるぜ、内容は知らないけどな。意味わからん。怒んないでよ、当たったんだから。分かんない。傷開いちゃう。心の傷開いちゃう。まあでも当たりましたんで。はい。どっち見たい？完全告知じゃないんですか？行っちゃいます？アルシャマクかナイシャマクかどっちかだよ。アルシャマク。はい。どう？アルシャマク？ナイシャマク？ちょっとないシャマクちょっと自信ないシャマク1000ポイントぐらいまでには来る、うん、そこまでに来なかったら終わる。うわ、来ないね。まだ、お願い、本当にお願い、はい、今月も、今月もいいから。そろそろやばい。あっと、あるシャマク。あったシャマク。あったシャマク。いやー、よかった。ナイス。これで多分自分はもうプラスで終われそう。うまい。あと小田シャマクがなんとか小田シャマクがやってくれれば。フェスシャマクはフリシャマクしちゃいたいから。いや、全然わかんない。ちょっと優しくしてほしい。今日ぐらいは。どうなの？はい。ラスト。なんか、まあ、ラストまでいかない。はい、ああ、そうなんだ。あんまいかない。あ、まあ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 。北海道から来てくれたお兄さん、勝てそうでよかった。あ、本当に？うん。北海道から来られるってすごいよな。本当。ありがたい。いや、その前に集中です、集中。なんか変な音しなかった？あ、気のせいだったわ。うん、トロロロロロロって気がした、ね、ならんのよな。やってくれていいんだよ。コードさんの全然動きがなくなっちゃいましたね。ほんと、お願いお願い、本当にお願い。大丈夫そう。もう50回だよ。472以外。あーあー、わースルーです。わー、強欲って言ってるけど、るね、これ強欲リーチってこと？あ、1テンポ当たり。え、嘘。えい、はい、ありがとうございます。256回転です。蝶がヒャっていくんだよね。そう、ヒャってチュルチュロンってくるから、それがここに止まれば入れ。あーでも私持ち玉今5000発ぐらいです。だから全然プラスはプラス。あとは私もないよ、あと2000発しかない。やばいやばい。でもまだプラス。そう、まだプラスはプラスね。やばくない？ここら辺からマイナスに入るかな。そんな回してるつもりなかったけどな。コロさん700ハマってますけど。ん？ 700 見ないで。あら、持ち玉なくなっちゃった。しかも800ハマり。そんな回
した記憶はございません。しかも1回も鳴ってないからねチャンスすらなく。どうしよう、角移動しようかな。移動する？最後えい、はい、いいですよ。いいですか、はい、私が打ってた台に移動するね。残り30分、はい、先バレシュッササッ。おお、ラスチャンス。ああ、なった。移動成功か。六図柄で当たりだね。うん、最後。ねが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 ね。まだ早い早い。お願い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 。まだ保留だいぶ先だから。六図柄、六図柄ね。六。熱くなってきたわ。つった今。ガル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 、当たっていい、当たっていいよ、当たっていいよ、ゴー継続。そりゃそう。キャラ、キャラ、キャラ。何もない。あー、いないわ。あー、いないか、チャンスだ。あー、ちょっと弱いね。5点。死ぬ。なんとかなりませんか。赤なら 50%。 あー終わったか。青、え、来い。あー、ためます。無理、これは無理です。なんもなかった。うわー、はい、終了でございます。した、お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ収支いただいていいですか。収支は21本の2521玉回収でございます。足りない、ちょっと足りないっすね。でも大きく負けなかったね。800ハマってね、うん、800ハマってたら相当な事故ありえたよ。やっぱ環境が良かった、めちゃめちゃ。本当に気づいたら800ハマってたノンストレスでなんか笑顔で打ってたからさ、そうそうそう、ヘラヘラしてた。ええー、と思って。そう、9000発いつの間にかなくなってるっていう。びっくりしちゃって、思ったよりも、うん、俺リアクションできない今日は。お母さんに借りればいいやってちょっと思っちゃってる今お母さんにちょっとちょっとだけ一旦貸しといてって言おうかなぐらいの気持ちなんかね、全然、あ、まあ私は自分のお財布から出してないからだけどさ、うん、なんとも思わないわ。もう一回だけやっていい、次回手術代間に合う、まあ、お母さんに借りといて。そう、借りといてお母さんに返すお金をってことは、いちかちゃんみたいにお金借りる感じでいく。なるほど、借金大返済みたいな。あ、じゃあ財布持ってこなくていいね。いい、あ、マジ、うん、まあいいでしょう。 そう、これそれがダメだったら諦めるわ。もし手術代は汗水垂らして働く。わかりました、うん、じゃあそういうことで、はい、どうでしたスロットコーナーは。スロットコーナーは一応ね、うん、やっぱ人気機種、定番機種にお客さんいっぱいいましたね、うん、まあ、ジャグラーだったりだとか。ああね、うん、なんかねちょっと独特な風景だったのは、ここさ新幹線の駅の目の前じゃん、仙台駅の目の前、うん、だからね後ろにスーツケースを置いている人が何人かいるっていうちょっと不思議な光景。あー、その品川にあるよね。品川東京駅のパチンコ屋さんってちょっとなんかね電車の時間までとか、そう、新幹線の時間まで売ってる方が多いからか、まあ、ノーマル機種がやっぱり埋まってたからって感じです。あー、はいはい、まあ、ジャグラーとかだね。パチンココーナーにずっといてリゼロ売ってたんだけど、やっぱリゼロはね朝はあれだったけど、やっぱ埋まり出すと動かないよねみんな、まあ、それなりに粘れるわ感じだったのかなっていう。まあ人気な理由は分かりましたね。うん、楽しかったね。面白かった俺は楽しかった少なからず。うん、楽しかったからいいじゃない。まあね、一台隣だったらね。いやー、のお兄さんすごかったね。1日3万発ぐらい出てたのかな。よかったよ、北海道からって飛行機代浮きましたって言ってたから。地方からいっぱい来てくださったのでありがとうございます。また来れるといいですね。またお呼びしていただきたい。あ、ね、また来たいですね、はい、よろしくお願いします。はい、
やおすすめの牛店さんも教えていただければコメント欄にください。といったところでここまででございます。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。ありがとうございます。チャンネル登録と高評価もお願いします。